手相、あなたにもある伝説の五芒星の意味9選。手相には珍しいと言われる層がいくつかあります。マスカケ線、三鬼門、仏眼層、このあたりは有名ですね。今回はこれらよりさらにレアだと言われる五芒星の手相についてシェアしていきたいと思います。五芒星とは図のように一筆書きの星としてよく知られています。東洋では五符、神仏の加護がこもっているという札に、西洋ではペンタグラムと呼び有名な魔除けの印です。このように何かしらの目には見えないスピリチュアル的な力が宿っているとされ、手相の世界でも特別視されます。数万人に一人とも言われているほど数少ない手相ですので、持ち主の方は伝説になりうる素質があるかもしれません。原則的に非常に幸運な手相ですが、出る場所によって意味は多少変わります。早速ですが見ていきましょう。1、人差し指下の五芒星。人差し指下に五芒星が出ているケースでは、リーダー的素質やカリスマ性に恵まれます。またご自身も良い指導者やリーダーに不思議と恵まれることが多く、出世なども比較的スムーズでしょう。仮に他人と能力が同じなら、あなたが選ばれてしまう傾向にあるので、周囲からの嫉妬に悩まされることがあります。神仏など目に見えないご加護がありますので、向上心を持ち自力でも努力を続けると才能が開花します。2、中指下の五芒星。中指下に五芒星が出ているケースでは、驚異的な幸運で、あなたが続けてきた努力が実を結ぶことを意味します。世の中なかなか理不尽なもので、努力が必ず実を結ぶとは限りません。しかし中指下に五芒星があるあなたは、不思議と努力さえ続けられれば結果が出てしまうのです。3、薬指下の五芒星。薬指下に五芒星が出ているケースでは、スポットライトを浴びるような人生がこれからきっと待っているはずです。今現在特にそういうわけではなくても、ひょんなことで突然世間で人気を獲得できたりします。仮に運が完全開花しなかったとしても、所属する集団の中ではどうしても中心人物になってしまいます。4、小指下の五芒星。小指下に五芒星が出ているケースでは、全く脈略のないところから突然に大金を授かれる可能性があります。金運に非常に優れているので、思いもしなかった大金が入ってくるのです。宝くじ運も非常に良いでしょう。またグローバルリズムが進んだ現代では、世界的な活躍も期待できます。言語能力やコミュニケーション力も生まれながらにして持っているので、こうしたチャンスが舞い込んできやすいのも特徴の一つです。5、親指下の五芒星。親指下の膨らみに五芒星が出ている場合、あなたには生涯にわたって様々な人から愛情が注がれ続けます。仮に苦しいことがあったり辛いことがあったりしても、不思議とあなたの周囲がその窮地から助け出してくれます。人々に愛され続け、あなた自身も慈悲深い人間です。仲間に囲まれ幸せな生涯を送ることができるでしょう。6、小指下手首側の五芒星。小指下手首側の膨らみに五芒星が出ている場合、あなたは圧倒的な想像力を持っています。まだ誰にも見えていない次の世界のゲシュタルトが、あなたにはおぼろげながらも見えていたりします。起業家や政治家として新しい世界創造に邁進してもよし、圧倒的な創造性を生かして芸術や
芸能分野に進むもよし。ガヤが何を言ったとしても、あなたには最終回が見えているので、きっと革新的なことをやってのけるでしょう。7、手のひらの中央に五芒星。手のひらの中央に五芒星があるケースでは、あなたが持つ才能を人生において発揮しきることができます。メンタル的な気力やフィジカル的な健康運、こうした才能を発揮する上での土台となるような部分をあなたは不思議なことに当たり前のように持つためです。バリバリ才能を生かしながら天寿を全うできるはずです。本人はその過去に気づいていないことも多いですが、一般的に精神と肉体、どちらも整っている人間は稀有です。それに早く気がつき、目には見えない力に感謝をしましょう。8、親指側生命線支点の下に五芒星。ちょうど図のような位置に五芒星が出ている場合、あなたは現代の資本主義社会の申し子と言えるでしょう。行動力に長けているため、自力の努力で競争に勝つことができることに加え、不可思議な勝ち運まで味方につけます。経済力、名誉、物質的な豊かさなどの現代資本主義のゴールテープは難なく切ることができるでしょう。9、小指側感情線支点の下に五芒星。ちょうど図のような位置に五芒星が出ている場合、あなたは革命的なことを成し遂げる可能性があります。反骨精神が非常に強いので、大小問わず何かを変えてやろう、そういう熱い気概に溢れています。あなたがそうした強い意志を持つことさえできれば、なぜか自然と同志が集まってきてしまいます。アンチも増えますが、それを跳ねのけ、大きな爪痕を生涯において残すことができることでしょう。いかがでしたでしょうか。五芒星は非常にレアな手相でかつとても幸運の手相です。何かしらのご加護があると考えて良いので、一度きりの人生、良い意味で思う存分暴れましょう。